今回の缶詰は鹿屋航空基地から最後にお送りするこちらです。大きなプールに設置されたこの大きな装置、これはベッチングトレーナーと呼ばれる装置です。この装置は航空機などが不時着した状況を模擬することができる装置で、水中から脱出する訓練ができます。全部で8つのモードがあり、本日はモード3とモード5の2パターンの訓練を学生が実施するということで、訓練の様子をお届けします。まずは教育用のビデオでイメージトレーニングです。教務を受ける学生たちも今日初めての体験だそうです。ビデオ教育が終わったら着替えて準備します。今着用しているのは耐水服といって、水中でも空気が入って浮くようになっています。早速装置に乗り込むのかなと思いきや、この状態で一旦プールに入ります。服に空気が入っているのがよくわかりますね。水中に顔をつけて30秒息を止め、クリアできたらプールを平泳ぎで往復します。着衣のまま泳ぐのはとても難しいのですが、基礎体力が十分備わっている学生は余裕で泳いでいます。装備品を装着して再び水中での動きに体を慣らしたら、いよいよ本番です。では早速装置に乗り込んで訓練を開始します。訓練装置は実際の機体と同じ構造になっており、航空士として勤務する学生は後部座席に乗り込みます。補助員の指示に従いベルトを装着していきます。ベルトを締め、準備が整いました。補助員が訓練装置の操作員にサインを出します。装置の周囲では万が一に備え、潜水の資格を持った隊員が待機しています。学生は無事脱出することができるのでしょうか。無事脱出。水中に出たらプールサイドにあるボートに自力で登りきります。ボートに無事に登れたら教官に合図を送ってモード3はクリアです。最後はモード5です。モード5は機体が180度回転するため、水中で逆さまになった状況から脱出します。モード5では逆さまになっている状態でベルトを外すので、少し時間がかかっています。大丈夫でしょうか。脱出。モード3と同様に近くのボートに乗り込み、教官に合図を送ればクリアです。ヘリコプターの搭乗員を育てる教育部隊、第211教育航空隊と第212教育航空隊、
いかがでしたか？海上自衛隊の教育部隊は他にもたくさんありますが、それはまた今度。チャンネル登録よろしくお願いします。